よし、今日も遊んでいこう。前回はこのアミーボパーティーやったじゃないですか。ちょっとね、このバラエティー、こっちじゃなくて、バラエティーゲームにいろいろあるんですよ、ほら。エンジョイバドミントンとか、あとは、なんか、何これ？え、何これ？つむつむ？あとは、クッパジュン一人用ミニゲーム。まあ一人しかいないんでね。はい、これとか、まあトーナメント、なんか Wii パーティーとかであるものさ、ある。ミニゲームトーナメントみたいな。だからいろいろあるから、これもちょっと遊んでみたいなって思うんですよね。で、まず気になってたのこれなんですよ。エンジョイバドミントン。まあ、私ね、高校生の時、バドミントン部所属でした、3年間。はい。で、ちょっとね、バドミントンに関してはね、そこそこ知識あるんで、ちょっとバドミントンをね、やると思います。シングル、ダブルス。シングルね、まずやろうかな、じゃあ。一人二人。まあ、一人なんで、一人しかいないんで、はい。どうやってやるんだろう。遊び方がわかんねえな。まあ、まずはね、あ、なんだっけ、お前、ガボンだっけ、名前。まずはちょっと弱いから行こうかな。ちょっとね、オリンピック目指して、バドミントンオリンピック目指して頑張っていこうと思います。横持ちなんだね。あ、なんか、こうやって振るとかじゃないんだ。スマッシュ、ドロップショットで対、あ、なるほど。マジで普通の、なんか、マリオテニスみたいな。マリオテニスのちょっと小さい版みたいな感じ？なるほどね。オッケー、任せて。バドミントンの基礎、俺のバドミントンね、知識あるから大丈夫。ステップがある。ステ。やっぱバドミントンってステップがあんねんけどな、本当は。さあ行きます。おー、いいね。え、どんな感じ？で、2で打つ。あ、なるほど。なるほど。え、あ、アウトか。あ、これ打つ方向うまいことできないのかな。打つ方向を変えたりできないのかな。何してんだ、お前。素振りすんな。おい。おい。ああ、何ちょっと意外と難しい。タイミング意外と難しいぞ。いや、取らなくていい。あ、取らなくていい。あ、アウトが、アウト球に出て、なんか制限、多分、打つのが早いとか遅いで変わってくるのかな。打たなくていいよ。そうだよな。打たなくていいんだよな。なんか、難しいな、これ。この視点だと、あ、結構なんか前か後ろか右か左かにだいぶ違うね。なるほど。だから、こうやってやると、なるほどね。結構右か左か後ろか右、打てばいいってもんじゃないんだよな。多分、球の、シャトルのところを見て、シャトルのなんか落ちる位置をちゃんと見て、ある程度の、結構難しいぞ、これ。結構本格的だぞ。おい！マジかよ、あいつ。あ、え、何今の？パン、何今の？ほい。はい。お、取らなきゃいい。いや、アウトアウト、今のアウトアウト、審判今のアウトですよ。マジか、めっちゃいい球打つじゃん、お前。あ、やばい。ガモ届いてないぞ、お前。あ、なるほどね。結構奥深いな。弱いでもこの強さ。え、いい、今のいいんだって、審判間違ってるって。今のいいんだよ。うわ、強いぞ、こいつ。弱いの強さじゃねえだろ、これ。え、弱いでこれ？弱いでこれですかい。結構強いぞ、お前。弱いのくせに進む。おい、で、ちょっと待って、ラリーしろや。ラリーしろや。レシーブからパーンって打つやついねえよ、ヨンナが。バド部の、バドでね、いきなりね、レシーブからね、バシー打つやつおらへんねん。なんでバドの一発目からさ、レシーブの一発目がバゴン打つねん。面白ないやんけ。ラリーしろや、ラリー。ラリーしろや、ラリー。飛んだけいい！よし。いや、なんか、懐かしい気持ちに浸ってる。打つな、打つな、んなもん。そんなもん打ち込んでくんな。俺、打ち込むやつ嫌いなんだよ。バドでさ、すぐ打ち込んでくるやつ、俺嫌いなんだもん。あ、やばい。なあ、やっぱり。これ難しいなあ。真ん中に立ってたらいいってわけ、なんか知るじゃん。打ち込んでくんじゃねえよ。こめわ。打ち込むんじゃねえよ、もう。ラリーしろや。結構早めでもいいのかな。あぶれ、あ、うわっ、うわっ、あ、そこどこに打った。どこ行くの。結構奥深いな。あ、なんかシャトルが光るね。なんか打っていいタイミングの時はシャトルが光ってるね。だからもう結構早めに打てるわ。あ、なるほどね。シャトルが光るのか。打てる。え
そんな無理だって。今ガット当てるやつだ。俺弱いのくせにガット当ててきたぞ。弱いのくせにガット当てるって何それ。その才能はやばすぎでしょ。お前弱いじゃないよ、普通に才能あるよ。ガット打ちはちょっと勘弁してよ。あ、やばい。おお。めっちゃいい勝負してる。え、これ何点マッチだ。おい、うまいね、うまいね、うまいね。あ、やばい、取っちゃった。よし、いい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 、よし、いいんだ。オッケー、オッケー、いいよ。おい、おい、あ、取らなくていい。よーし。いや、いいね。で、スピード感あるな。あ、これ早すぎると素振りになるのか。はい、ラリーしろや。くそー。ラリーしろや。いい、いいラリーだったじゃん、今。今、いいラリーだったじゃん。やばい。お、うわ、よーし。マッチポイント21点マッチか。終わらせるぜ。おい、おい。どこ行くのよ。キラピカどこ行くん。はい、ラリーしようぜ。なんだよ今の。ガット当てんな。ガット当てはずるいじゃん。ガット当てはずるいよ。弱いがやっていいレベルじゃないよ。何してんだおめえ。うまいんだか下手なんだかはっきりしろや。弱いですか本当にこいつ。オッケーオッケー、達人の腕見せてほしいんですよ僕。ダブルスだと確かね、今青いコートあるじゃん。さっきまでアウトになってた青いコートがね、ダブルスだとね、あのインになるんですよね。達人ちょっと腕見せてほしい。俺何もしなくても勝てるんじゃないかなって。俺ちょっと司令塔してるから、俺軍師みたいにちょっと後ろに見守っとくからさ、達人の腕見せてほしい。今タイブロ、タイブロです。はい、お、いいよ、ロゼットちゃんと取るね。あ、おい、おい、はい、いいよ。よしよしよし、あ、ロッキーロッキー。あー、腕垂れた、出た、出た。特有のやつ。お、いや、取る。オッケーオッケー、いいよ、これいった。よし。そう、ダブルスだとね、アウトのラインが、うわ、やばい、うわくそ、ミスった。やばい、俺強いに勝てねえからな。俺、タイマン勝負勝てねえからな。あー、やばい、どんなこと。すげえとこ飛んだ。すげえなー。はい、はい、あぶね。ロゼだ、いいよ、俺は撃つ。よし、はい、ガット、よし、おい、ラッキーラッキー。ガットなんか頼るからそうなる。打ち込んでくんな。打ち、お、ロゼットすげえ。何今の、よく返したな今。よく返したな。え、スマッシュ返せんの。いいラリー。はい、はい。ちょっと待って、俺何してんの。ロゼッタの安定感がやばい。なあ、ガットずるいじゃん。ガットどうすりゃ取れんだよ。はい、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 おお、激しく上下に揺さぶる戦い。あー、うまい。うまかった。あー、うまいわ。おい、達人いんのに俺負けんのか。俺達人いんのに負けんのか。はい、はい。うまい、ロゼットうまい、今の。ナイスカバー、ナイスイカバー。達人の腕が、達人いて俺勝てんのか、俺。達人いないと俺負けてんな。俺向こう側だったら絶対負けてんな。あー、すげえな。飽きちゃった。バドミントンに飽きて野球してるじゃん。お前、あえて遅く振ることでああいう風なんできるのか。はい、お、はい、ああ、それいいんだよな、いいんだわ。今シングルスの感覚やってたわ。シングルスなわけないじゃん、ダブルスだっつってんじゃん。はい、いや、いいんだね。ああ、いいんだと思ったのに。シャトルもっとなんかさ、フラフラ飛ぶんだけどな、結構。ああ、うわ、ロゼット、いや、怒りの打ち込みだ。いや、いい勝負だよ。いい勝負だね。はい、危ねえ。よーし、粘り勝ち。いい勝負。めっちゃいい勝負。はい、はい。うぅぅぅぅぅ。
はい。はい。乗せた。ナイス3段。ナイス3段、ナイス3段。いいよ。なんか外おる。ない。いける。いけないよ。俺なんかそういうのに弱いな。あれどうやったらさ、コースどうやって狙うんだろうな。いいよ。はい。いける。あー、いけない。いや、難しいな。あ、打ち込んでくんじゃねえよ。ラリーしろや。打ち込んでくんじゃねえよ。あーお、打った。うわ、いい。返せないな。意外と返せないもんだな。いや、敵にも弱いいるんだけどね。俺弱い以下？もしかして。俺ってもしかして弱い以下ある？なんかガボンと俺友達になりそうだわ。めっちゃ弱いもん俺ら。ああ俺なんかさ、狙うの下手だな。ああ、そうだね。え、どうやったら中に入れれるんだろう。うまいこと。あ、うまい！打った。あのマリオを、強いのマリオを黙らせることができるなんて。ナイス判断！判断うめえな、ルゼッタ。無理に打たなくていいのかも。ほい。ほい。遅めに。早く振りすぎるとパーンって飛んでくから、遅めに。遅め。うまい！よし！よし、自分も分かってきたよ。ルゼッタ先輩、分かってきたっす。ルゼッタ先輩、分かってきたっす。もう飛んでくれ、よし。ロゼッタ先輩、俺、分かってきたっす。バドミントンの楽しさが。はい。おー、ナイス判断。本当に判断うめえな。俺だったら取りに行ってたもん。はい。はい。遅めに、ドライブ気味。ドライブ気味に言うと。うわ、うまいな、本当に。ドライブ。ドライブ回していこう。おおん、ちょ、打ち込むなって、ロゼッタ。ロゼッタ、俺たちバドミントンやってんの。ドライブ気味。早く打ちすぎない。正面、相手の胸めがけて打つ。バドミントンの必勝法。おう。バドミントンはね、なんか意外とね、胸あたりに打たれるのが一番きついんだよ。その、シャトルは。上じゃなく、頭上でもなく、足元でもなく、救えない、胸あたりが一番まずいんだよね。ドライブ気味に打つったから。それ打てないけど。打ち方知らないけど。はい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 。うまい。うまい。ロゼットうまい。マジでうめえぞ、あいつ。マリオとの攻防を、攻防に、マリオとの攻防が、うおー、危ねえ。ああ、うん、なんだよ。急に飛ばしてくんねん。こっちの方にも見てたのに。はい。おー、マッチポイントだよ。一本集中よ。一本集中だよ。はい。はい！ OK！ 最後俺決めたいな。あ何してんだおめえは。確かに達人だったわ。見してくださいよ。達人の腕ってもの。点取ったらけど、バチクサ折ってやっからな、おい。行くぞ。絶対。勝負だ！勝負！はい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 ！ドライブ！あ、やばい！取った！はい！はい！はい！え、取んなくていい！よし！よっけー、ロックー！うー、ロッケー、ロックー！よっしゃ！ 1 点取ったね。この1点大事にしよう。この1点だけ何回もリプレイにしたろ。はい。おっ、やるな。はい。やるな。はい。やるな。うわー、くそ。徐々に追い詰められたね、向こうに。くそ、うまいな。立ち位置変えたらもっと違う風に。うわー、何こいつ打ち込んでくるんだけど。飛んなくていい。なんじゃこの実況。やだ、こんな実況者。見たくないわ、俺。はい！はい！いや、入ってる。うまっ！プレイヤーがさ、前と後ろに揺さぶる。強いな！届かないか。前と後ろに揺さぶっていくスタイルはね、バドミントンのね、通営業師。やー、アウトか。マジか。
圧倒的差ができている。はいはい、あーうまい、うまスマッシュ、スマッシュが対応できないな。隣、マジかよ、あれでいいんかよ。はいはい、うわうまっ、うん、まネットギアに落とすのはね、リアルじゃできねえぞ、なかなか。飛んなくていい、オッケーオッケー。こんなんばっかやんか、自分の点数。情けないな。自分の点数はこれでしか取ってないやんか。ちゃんと実力で取りてえよ、実力で。うわんなくっそ実力で1点取りてえ。撃ってくる。はい、お前な、撃ってくるぞ。うっ、飛んでくれ、飛んでくれ、よし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 、いいぞ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 、今の実力、今の実力だと思う、今のは実力だわ。はい、飛んでくれ、よし、お、いいぞ、わりかし前線してるぞ、視聴者が期待してるより前線してるぞ。おい、はい、うわうまいな。ちょっと駆け引きあるんだよね、今上げるか下げるか分かんなかった。やばい、撃ってくるぞ。はいはい、うわうぃあ、マジあれで、いやいや、あれいいんだと思ったのに。くす、はい。はい。なに、おい、うまい、くっそ、今ので決めたかった。さっきので決めたかったな。はい。はい。よー、下手くそ、よし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 。いや、でも、コンピューそういう技を持ってんだもん。あれ反応しなかった。コンピューはそういう技をね、得得してんだよな。はい。はい、はい、オッケー、はい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 、うい、うわーずわーって言った。やばい、10点差ついてる、圧倒的だ、圧倒的なパワーがある、圧倒的なパワーが、ねえ、こんな、え、マジ、あー、マジで判断うますぎない？俺だったら打ってるよ。はいはい、ただし、よし、いい勝負ですね。いい勝負ではないよ。よし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 、いい勝負ではないよ。よいしょ、ダメだ。いい勝負ではないな、少なくとも圧倒的やとは思うよ。下手くそなんじゃお前、そのガット前にポーンって。あ、やばい、それはやばい、あーわ、マッチポイントだ。くそ、終わるのか、俺の甲子園の夏が終わる。甲子園、甲子園の夏笑ってたからか、この野郎、甲子園の夏、あー